池田真理子は日本のフリーアナウンサー。元テレビ宮崎アナウンサー。1981年埼玉県埼玉市出身。1999年に埼玉県立浦和第一女子高等学校。2004年に早稲田大学人間科学部スポーツ科学科を卒業。2007年4月1日テレビ宮崎に入社。アンクスーパーニュースでスポーツキャスターを務めた。 また、アンクスーパーニュース年末特番ではそのまんま東と共演した。2007年3月31日にテレビ宮崎を退社。2008年5月1日より、コナミデジタルエンタテインメントの社内キャスター MC を務めた。毎週各地で開催されるゲームイベントの MC、イベント企画、ゲーム内のナレーションなどを担当した。2010年3月31日に、 コナミデジタルエンタテインメントを退社。2011年1月4日から2013年1月31日まで内閣官房医療イノベーション推進室の秘書を務めた。広報部隊としては月に1から3回の医療系シンポジウムにて司会を担当した。2013年9月18日から2015年3月31日まで。 独立行政法人医薬品医療機器総合機構の理事長秘書、役員秘書を務めた。シンポジウムなどのステージでは MC を担当した。2015年4月1日から10月15日まで、谷田の社長秘書を務めた。広報部隊として、イベントの MC を担当した。2016年1月1日から2018年2月28日まで、人事医社長秘書室室長。 秘書兼広報告王を務めた。月2回ほどの海外出張では、海外研修の取材でカメラを自ら回し、ナレーションを入れ、編集までこなし、映像をクライアントに納品した。2018年6月より、J.Com 埼玉のデイリーニュースでキャスターを担当している。趣味は筋トレと料理。特技は英会話と絵画。ありがとうございます。